今年も最後の仙川劇場ニュースですね。はい、ただいま仙川劇場では12月20日から25日まで毎年恒例になってます親と子のクリスマスメルヘンくるみ割り人形を上演中なんです。わあ、クリスマス気分が存分に味わえますね。そうですね。でも今日は、来年の新春企画をご紹介しようと思います。1月9日成人の日に行われますオラホテー仙川落語会です。落語、それは楽しそうですね。はい、そうなんです。昼1時30分からは第1部市民落語会と題しまして、ワークショップで真打の柳家三五郎師匠に手ほどきを受けた市民の皆さんの発表会です。こちらはなんと入場無料なんです。そして夕方5時からは柳家小さん、柳家小仙、柳家三五郎の真打のお三方と2つ目の柳家青葉さんのご出演で第2部家族で楽しめるプロの寄席をお楽しみいただきます。市民の皆さんの稽古もかなり佳境に入ってきたみたいなんです。稽古場にお邪魔してお話を伺ってきましたので、こちらをご覧ください。どうぞ。高座の上にいるのが自分一人で、逆に自分一人だから失敗したら全責任が自分にのしかかるっていうのはあるんですけれども、その分客の雰囲気などが自分でコントロールできるっていうのがとても楽しいです。半分赤では関取の、おかみさんの言うことの、最初と最後の全く違うっていう、ギャップが、面白いかなと、思っています。多分他の作品でも面白いところは、僕よりもたくさんあるかもしれないので、ぜひ見ててですね何割ぐらいですかね。7、8割、ね、9割もう一息ってところでしょうか。年々ね、なんていうんですか、熱心な度合いが強い方が増えてますね。だから上達が早いと思います。それはおっしゃる通りだと思います。もう熱意がね、ある方がかなり多いんで、こっちが圧倒されるぐらいのパワーをいただいております。私からはもうとにかく来て笑っていただくことが一番力に、皆さん、演者の皆さん緊張してますんで、ただでさえ緊張してますんで、それをほぐしていただくために皆さんにとにかく笑う、もうつまんなくても笑っていただければ嬉しいなというふうに講師として思っております。北川さんはいかがでしょうか。落語をね、商店だけが落語かななんて誤解している方も多いと思いますけども、本格的な古典落語を一人ずつの持ち時間は短いですけど、ちっと稽古しましたので、これが落語だというのを聞いていただきたいと思います。平成29年の初洗いは仙川劇場へ、皆様のお越しをお待ちしています。